続てのお話に参ります本当の話落語という話題ですこちら少数派の意味ということですけれども視聴者の方からのメッセージです 職場では相変わらずコロナ対策とかでちょっと首を伸ばせば超えられそうなしょぼいアクリル板の仕切りなど様々に馬鹿らしいことを続けています他にも二酸化炭素を減らすための施策をどうするとか会議にもそんな話題が出てくるのですが武田先生のお話を聞いている私としてはいやいや減らさずに増やせよと喉元まで出かかってしまいます帰宅して買い物に行っても似たような状況で 本当にに世の中が嫌になってきました。大勢の騙されている人たちと騙されたくないと思っている少数の私たち先生のおっしゃる落語の観点では私たちはどんな立場にあるのでしょうか何か意味があるならもうちょっとこの状況に耐えようと思いますが何か心が楽になる言葉をくださいということです。番番いいののは、ね、は、人間ににとってて死にかけてる。 とかね、痛くてしょうがないとか病気がどうしても治らないこれはまあ人間として生物だからどうしてもありうるんですけど一番苦しい状態ですねだからこの人たちはもちろんいるんだけどもそれほど多くないんですね多いのは次の段階の人ねまあ体もまあいいし家はまあ,あ夫はちょっと浮気してるかもしれないけどなんとかなるっていうぐらいの、ね、子供もまあ問題はあるけど一応やってると。この人たちがまず 順調な生活になるように、えー、生活を変えていくっていうことは非常に重要なんですね。これはあのみんなほとんどの場合錯覚なんですよ。だからこれは勉強しなきゃいけないんですよね。勉強の教科書がないんですよね。ですからまあ、えー、お釈迦様がこう言ったとかねそういうことですよ。例えばこの前お釈迦様が言ったことを僕はちょっと他のところで引用したら非常に多くの人がねあそうだったか。うん、人間は 人間だけなんですけど生物の中で前進しないと幸福にならないっていうね、うん、非常に不思議な性格があるこれはお釈迦様が今から2500年前に言われたことですね僕流に言えばライオンは何千年経ってもゴロゴロして夕方になると狩り行くんですよところが人間社会っていうのはもう何千年も経つともうガラッと変わってるわけですねそれはお釈迦様が見,見抜かれたことなんですですから 毎日毎日同じような生活するっていうのはやっぱりどうしてもダメなんでねで自分として何かを改善していくまあこれ一例なんですよ。からさっっっき言った男男女ののの関係性性に性欲がなない,いうのもそうなんです、うん、これは第二段階にある人つまり不満がいろいろあってなん,なんとかこの人はねちょ,っとちょっと上なんだけどその人たちはやっぱり勉強が大切でね、うん、そしてよくその人生っていうのを見えれば、えー、楽しくはないけど 満足だっていうレベルに来るんですよここなんですここ落語があるのはねでここから上に行く時にはね落語しか聞かないんですよつまり自分一人が満足しても楽しくない状態になる、ね、そこそこで友人とかそれからブロードウェイの素晴らしい劇とかそれから自分がなんか音楽が好きだとかそういった周りとの関係が重要視されてそれがあると ももうう本当にに満足した人生になるる、うん、一段あるんですね。うん、だらその時に、うん、例えば今度のコロナとか温暖化の時はですねそれはあのー、えー、っとあ、まあ、イエス・キリストがこれは言われたことを取ればね人間いいいいうのはくっついいいっつちゃけけなてるわけですよ少し離れてそして、えー、一般的な人はこのくらい離れて自分と気の合う人っていうかそういう人はこのくらい近づいてそしてそれをコントロールしてねそしてあのー えと気の合う人たちとだからそういう人たちはついたてもいらないしマスクもいらないしあしかしこう競馬行くのが好きだとか、えー、ブロードウェッジとか音楽聴くに行くのが好きだとかねそういうようなソサエティーを作るるこの問題はこ,のこれをもうさらにもう一個言えばね提供されるものは少ないんですよそれはどうして少なくなっちゃったかっていうとさあタバコ吸っちゃダメだ競馬はダメだ。 小池さんみたいなのが現れるとね世の中でそういう楽しい時間を作るいろんなものがなくなっていくんですよどん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 。なくなっていった,いったのは早朝野球とかねもうね遠大将棋とかみんな流れてゃったわけですよ。ですからそれでそれがあれば今度落語の力でその自分の人生を楽しくってしょうがないっていう。 人生になるわけですねさっきの浮気のことから言うと笑いいいののえなな家庭っていうものがあの求めていかなきゃいけないそのためにはやっぱり家族での旅行も必要ですしそれからまあ孫連れてどっかの公園に行くっていうことも必要でしょうそれにはどうしてもエクイップメントが装置がいるんですね装置とか機械が。だからそれを崩していくような現在の政治なのでその人の思うような感覚になるんで、まあ、それはもう。 どっかの国でやってるなというぐらい思ってね、僕なんかそうしてます。あのそれはもうね、マスクかけてだなバカだなぁとね。おおだけどまあ俺はこれでいこうと、まあ、いうことですね。そこはもう非常にこう落語が一番効くとこですのでね、うんえー、いいと思いますけど。はい、はい、それではそろそろ先生お時間ということで、ね。今日は全部頑張っ